マイナナーマンラブライブ、東海ラジオ、はい、2024ガッツナイターテーマソングに我々の新曲ビリーブが決定いたしました。すごい、すごい、すごい。ドラゴンと共に歩む、はい、僕もパワープロではドラゴンと言ったけどこのビリーブという曲はですね、変えたい、繋げていきたい、自分を信じたい、ビリーブという曲になってるように、そういう思いを込めて作った曲でございます。1年間一緒に応援していきたいなと思いますので、イッジラクライブをよろしくお願いいたします。みんなで応援しよう。難しいことだとは思っても、みなただけのやってこめたのは君がいたからだ。なりたい自分はなんだっけ、足りてない日々重なって、またこの目手を振って眠れない夜を突破して、なりたい自分はなんだっけ、足りてない日々重なって、また今度寝て送って、眠れない夜も突破して、願ってまた迷って繰り返しながら変わってく、誰に何を言われても願うことをやめるね、大切なのはいつだって心がちゃんと分かってる、繋いだて君の手信じて歌うのさ、僕らこの手で羽ばたけたかく、風は味方に目の前の。皆さんこんにちは、チュンジドラゴンズ監督の立浪俊義です。いよいよ2024年のシーズンが始まります。ファンの皆さんと共に笑顔で勝利を分かち合える、そういうシーズンにしたいと思ってます。今シーズンも大きなご声援と、そして東海ラジオガッツナイターとともに今年のドラゴンズにエールを送ってください。バンテリンドームでお待ちしてます。